はい、おっちゃんが挑む魔女と百鬼兵リバイバル第5回です。よろしくお願いします。それでは、ゲーム画面出していきたいと思います。ドン。さあ、うまく配信できるかな。うまく配信できているかな。お、できてますね。さてさて、では前回の続きをやっていきます。お待ちください、ヤキエ様。はいはい、何でしょう。道園の森林の北にある大岩は、この戦術統治下、8K 地区ボムを使うことで破壊することができます。戦術統治下は、タッチパネルボタンの右側をクリックすると表示されるメニューから選択して L1 ボタン、多数四角ボタンを押すことで召喚できます。何か問題がございましたら、私におっしゃってくださいませ。はい、了解です。そうしますね。よし、ちょっとこれ掘っていきましょうね。よし、今日はねちょっとねテストも兼ねて、YouTube とツイキャスで同時で配信してみてますので、もしかしたら第5回お蔵入りになる可能性も場合によってはありますので、あまり長くはやらないかもっていう感じですね。そんな感じで、YouTube の調子はどうかな。お、バッチリですね。ツイキャスの方もバッチリですね。よし、さて、ここの岩ですね。ここの岩を壊せるということで、ちょっと戻っていかなきゃいけない。戻っていきます。敵は無視します。敵は無視します。宝箱を開けます。開けるけど敵は無視しますね。ちょっとね、おー、やめてやめてやめて。おお、疲れた。逃げろ逃げろ逃げろ。よし。この辺にあったやつですね。これですね。おお、いた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 。この魔法が結構強い。ファイナーヤーホーオニャドヨー。よしと、これですね。これをおー、壊せた。おっきょぽよくやったぞ、百鬼兵。おお、これでバレンティーヌ寮に行けるはずだ。やった。待っていろよ、大公爵とやら。私の力を存分に思い知らせてやる。存分に思い知らせてやることができます。やっぱ同時配信だと画質落ちますね。画質がね。
さて進んでいきましょう。ではでは、新しい場所ですね。敵のレベルも結構上がってる。これはちょっと敵も結構硬い。敵も固く、ああ見たことない敵が出てきた。どんな攻撃するの？ファイダー、ギャー、ホン、ウニャ、ドヨー、ウイ。ファイダー、ギャー、ホン、ウニャ、ドヨー。ファイダー、ギャー、ウニャ、ホン、ウニャ。なんかすごい攻撃してくる。体力がすごい減ってる。力吐く系ですね。力吐く系か。ファイダーギャーホンウニャ。力吐く系ギャーウイ。これは慎重に慎重に。ファイダーギャーウイ。ファイダーギャーホンウニャ。どうよー。よし、眠った。あ、起きた。ファイダーギャーホンウニャドヨー。ファイダー遠距離の魔法を使ってくるやつですね、これね。おお、結構攻撃が痛い。よしと。ファイダー、ギャー、ホン、ウニャ、ドヨー。うわ、うわ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 。これはきつい。ファイダー、ウイ。ファイダー、ギャー、ウイ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。ワン、ツリン。お、なんかいるよ。ファイダー。ヤー。ホン、ウニャ。ドヨー。逃げてった。おっと。よいしょ。ファイダー、ギャー、ホン、ウニャ、ドヨー。よし。ファイダー、ギャー、ホン、ウニャ、ドヨー。よし、オッケー、オッケー。うわ、鼻が多い。ファイダー、これはどう？ギャー、ホン、ウイ。ファイダー、ギャー、ウイ。ファイダー、ギャー、ウイ。誰か人間の声がするよ。
人間の声がする。バイダーギャーホンウニャドヨー。バイダーギャーホンウニャドヨー。これはどう？なんだ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 これ。を手に入れた。バイダー、ギャー、ホン、ウニャ、ドヨー。なんか3とか手に入れましたよね。あれまだある。あ、クリアしないともらえないか。まず花を探さなければいけない。ピラーを探さなければいけない。お、ピラーの音だ、ピラーの音だ。バイダーギャーホンウニャドヨー。よし、沼が広がったよ。攻撃力全振りでいきます。出るとやっぱ厳しいですね、これね。バイダー、ウイ。バイダー、ギャー、ホン、ウイ。おお、厳しい厳しい。バイダー、ギャー、ウイ。バイダー、ギャー、ホン、ウイ。バイダー、ギャー、ホン、ウイ。よいしょ。バイダー。よし。
いい感じいい感じ。オッキョポ、おい、うるさいぞ。え？キャッ。ああ、こっちの話だ。犬コロがうるさくてかなわん。犬コロがうるさい。まったくしつけのなってない犬だ。あんな野良犬を拾ってしまうと。うん。待てよ。お、どうしました？これはいいかもしれん。お、メタリカ様何かひらめいた。しかし、どうやって。思いついたぞ。何か思いついたやらしい。おい、ヤッケ。はい。お前に魔獣を捕らえるトーチカをくれてやる。お。トーチカ。26系。キャプテルを身につけた。おお。トーチカの上に乗ったキャラクターを捕獲する。なるほど。ただし、強力な力を持ったものはお前の力では捕獲できないから気をつけろよ。じゃあ雑魚的な捕獲。ヴィランの守護者に選ばれるようなものは強力な力を持っているものと思って間違いないだろう。だがその辺りにいる魔獣なら問題ないはずだ。なるほど。それと念のために言っておくが、魔女兵も無理だぞ。あいつらは存在としての構造が他とまるで違うからな。なるほど。分かったらさっさと行ってこい。生きのいいやつを選ぶんだぞ。了解。あの使い魔、何か沼の魔女と交信でもしているのかしら。お、テレッサ、どうやって大公爵様のもとにあいつを引きずり出しましょう。大公爵様のお手を煩わせることなく沼の魔女をおびき出せば、私の株もうなぎ登りというものですわ。ね、テレッサ、しかしこの私を差し置いて100歳程度で魔女になるなんて、なんて生意気なのかしら。沼の魔女、必ずや森の魔女様殺しの罪を償わせてやりますわ。今に見ていなさいな。おお。これですね。やばい、時間が。一旦拠点に戻りましょう。よし、レベルアップ。お、エア打撃、5の打撃ですね。5の打撃、51、めっちゃ強い。
5の打撃。おお、めっちゃ強い。あとはなんだ？うわ、防御力めっちゃ強い。こっちは？ちょっともう一回使ってみましょうね。なるほどなるほど。この花を相手にちょっとやってみましょう。バイダーギャーウイバイダーウイバイダーウイ。やばいやばいやばい。おお、アイテムを落とした。なるほど、こういう使い方なんですね。さあ、バイダーギャーウイ。バイダーウイ。ナオジャナウイ。おいしょ。よいしょ。ゲットです。花ばっかりだ。こいつをバイダーギャーホンヤガヨウ。うわ、敵がいっぱいだ。これはスルーですね。敵が多すぎる。敵が多すぎる。敵が多すぎるよ。多すぎるよ。多すぎるですよ。こいつか。痛い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 。こいつから。バイダー、ヤー、ホン、ヤ、ガヨ。この
サキアから。サキアから。痛い、やばいやばい。ファイナーヤーウィッフフッ、やばいやばいやばい。ファイナーヤーフッ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 。ピンクのパンツゲットした。ピンクのパンツ。お、また音がするよ。ピラーの音ですね、これね。あった、ピラー。ファイナー、ヤー、ホン、ウニャ、ダヨー、ウィ。ファイナー、ヤー、ホン、ウニャ、ダヨー、ウィ。ファイナー、ウニャ、ヤー、ホン、ウニャ、ダヨー、ウニャ。痛い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 。ファイナー、ヤー、ホン、ウニャ、ウニャ、ダヨー。ナイスです。ファイナー、ヤー。ボーナスを割り振る。セントドルチェ。オッケパ。うん？なんだここは。これが大公爵の目白か？目白？まるでの町だな。ずいぶんと悪趣味のやつだ。悪趣味だ。キャッ。はわわ。はわわ。お？気をつけろよ。今走っていったのはコリゴン、嫌われ者の後任だ。わずかなことでも根に持ち、徒党を組んで復讐に全力を傾ける粘着陰湿な小悪党の妖精だ。なんと戦闘力が高いわけではないが、面倒な連中だ。あまり関わり合いに。ん？あれは。お？花の魔女は百鬼兵を。ち、舐めやがって。舐めやがって。ふん。まあいいさ。今に吠え面かかせてやるからな。はい。進むぞ、百鬼兵。了解です。仕事が大好き。お。ファイナー、ワン、ツリン。おい、おい。よいしょ。ワン、ツリン。おい。ワン、おい。
こは制圧した方がいいのかな。制圧していく方感じなのかな。制圧。お、行ってきました。勝てそうだ。よし、かなり広いとこですね、これね。おやつクッキー、勝てそうだ。勝てそうだ。やばい、あと19だ。ちょっと一旦戻って、マルオラジオさん、魔女と百騎兵レディバル、プレス4、プス4、プスノー、魔女と百騎兵レディバル、クリームソーダさん、ブンブンハロー様子で、どうも、マルキンです。ブンブンハロー様子で、どうも、マルキンです。クリームソーダさん、こんばんは。よいしょ、あれ。これはどう？やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。やばい、18しかない。急いで。戻らないと。っていうか、キラーを探さないと。帰還しないといけない。花多すぎ。花多すぎ。あ、もうすぐだ。もうすぐだ。戻ります、戻ります、拠点に戻る。千代千代さん、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、お疲れ様です。ピンクのパンツ手に入れました。なんかわかんないけど、今ね、ちょっとテスト配信を一緒にやってたんですよ。ツイキャスと YouTube 同時配信のテストですね。で、ちょっといろいろね、トラブルもあり、なんだかんだで、ちょっとね、グダグダになってたところです。よし。さあ、また、出撃します。このゲームじゃないゲームでやればよかったな、テストだったら。後でこれ、編集しなきゃいけない感じになっちゃいましたね。これね。というわけで、制圧します。見事、制圧完了です。こっちも制圧していきます。うぎゃ、うぎゃ、
圧完了。チヨチヨさん、いろんなゲームされてるんですね。そうなんですよね。うん。一個に絞ればいいんですけどね。よいしょ。よし、制圧完了。さあ、こっち側の家。同じぐらいの強さ。勝てるかな？ああ、ダメだった。体力がいきなり減った。ワッツリン。厳しい。ワッツリン。レベルをもうちょっと上げないとね。ワッツリン。おお、敵がいる。お、やった。宝だ。ワーレファーホヤーロパーンクッポ。お、戦術トーチか。16系デコイモを見つけた。なんだこれ。おとり型のトーチか。同時召喚2機。近くにいる敵の攻撃を引きつける効果がある。敵から逃げたい敵や不意打ちをしたい敵に有効なトーチか。なるほど。ワッツリン。いざ、勝負。よし、勝った。これはと焼き物の釜的なやつか。ここの家はワッツリン。ちょっと敵がいるんですけど。よいしょ、よいしょ。バイダーギャーウギョウギャーダヨー。皆さん、BGM の効果音は私好み&アイバイダーギャーウギョウギャーダヨーウイバイダーギャーウギョウギャーダヨーバイダーギャーウギョウギャーダヨーバイダーウギョウギャーファイファイファイ。よいしょ。バイダーギャーポンウニャウイ。あ、トーチカを装備してナンジュニャン。よーし、ゲット。お、宝箱見つけた。ワーウェイファーホヤーロパン。100日パン。なんだろう、100日パンって。100日間食べれるパン、100日間持つパンかな。勝てそうだ。お邪魔します。では、お茶ばっかりありがとうございます。よいしょ。なるほどなるほど。だいぶマップが固まりましたね。
チヨチヨさん、猫ちゃんはもう寝ましたか？そうですね、2匹とも2匹ともどっかで寝てると思います。今日はね、あんまり今日寒いせいかね、あんまり出てこなかったです。よし、こっちか。さあ、次は花の魔女ですかね。おっけぽ、まったく趣味の悪い町だ趣味の悪い町だ。こいつら本当にコリゴンか？私の知っているコリゴンとはだいぶ違うようだが、従順すぎて気持ち悪いな。それだけ大拘束がおっかないとでも言うつもりか？おっかないのか。キャッ、ん？この気配感じる感じる。この先にピラーがあるのを感じるぞ。お、ピラーだ。おそらく守護者とやらも一緒にいるのだろうが、負けるなよ百鬼兵。はい、頑張ります。何が大公職だ。ピラーの力を借りる。出来損ないの魔女今に化けの皮を剥いでやる。猫はね、ずっと寝てますよね。化けの皮を剥いでやる。お、ワンツイン、ワンツイン。勝てそうだ。お、おお、チャレンジ。ありがとうございます。よし、制圧完了。お、勝てそうだ。よし、制圧完了。そしてピラナをいただきます。起動。立ち入り禁止。オッケポ、ピラーオブテンペランスはこの先だぞ。かまわん、コリゴンどもを蹴散らしていけ。百鬼兵。おお、キヨキヨさん、コリゴンかわいい。待ってほしいのです。叶えてほしいのです。はわわ、このままではパリーティーヌ様のお叱りが。用心棒。でかい、でかいよ。でかいよ。なかなかごついのを連れてきたじゃないか。おいおい、それで侵入者はどこにいる？目の前にございます。用心棒さんのお足元、つまり目の前にでございます。キヨキヨさん、このちびってか。はい、おやすみなさい。チョウチョウさん、ありがとうございました。相手は誰でもいいわ。相手は誰でもいい。
おい、コリゴンども、本当に大公爵様にお目通りできるのだろうな。ミラーの守護者となり、多くの侵入者を撃退された、あなた様なら今すぐにでも大丈夫だと思いますです。はわわー、さあさあ、その方を急いで始末してくださいなのです。はわー、そうです、そうです、もう時間がないのです。時間がない、大公爵様への手土産にするとするか。おっと、おお、びっくりびっくりびっくり、おいおいおい、おお、そう、強いぞ。うわ、効かない。やられた。やばい、20しかない。一旦拠点に戻りましょうね。ちょっと強いぞ、あの敵。敵が強い。25。23打撃。こっちの方がいいかな。27、35、斬撃。これは、これがいいですね、お茶のね。4番目は、5番目、うわ、これ1番目から斬撃が多いな。37、35、37、よし、黄色バナ、特殊アクセサリー、
撃、打撃、一発目35はでかいですよね。2回目は打撃でいきたいな。やっぱ打撃にしよう。さあリベンジ。リベンジです。熊谷の獣人に遅れを取るなよ。さっさとしてやれ。はい。ここでこれが大活躍する。ちょっとだったのに。
なりましたです。なるほどね、だんだん分かってきたぞ。ピラーから溢れ出る魔力にあやかろうと人間や魔獣が自然と集まってくるということだ。そして最終的にはピラーの周辺に集落が出来上がるってわけ。なるほど。ピラーはその中でも最も強いものを守護者に任命し、そいつに強力な力を与えることで自らを守らせ、だが所詮は弱者の浅知恵、私には無縁であり、守護者ごときで私を止めるのも不可能だがな。キャッ、ん、はわわ、どうしましょうなのです。はわ、もう時間がないのです。時間がない。ん、こいつらさっきから何をビビっている。時間だ時間だと何の時間だ。
お、お帰りなさいませです。出迎えご苦労。バレンティーヌ、でこれはどういうことじゃ。お前たち客人のもてなしがおろそかになっておるようじゃが、わらわの花の大公爵の名に泥を塗るつもりかえ。申し訳ございませんでさー。ふん、こいつか。バレンティーヌ大公爵様、わしはこの砦のピラーに認められ、ここを守護する大公爵様の盾にございます。あ、なんだあいつ、まだ喋れるじゃないか。お、ヤッキヘ、お前少々決定力に欠けるんじゃないか。わしにどうかお力を、大公爵様のご加護、気のせいに渡りになったような力をわしにもくだされ、でったら砂漠の覇者になれる力をいただきたいのです。ま、魔女の名にかけ、何とぞお約束の遂行を。魔女の名にかけた約束ときたか。お、約束。よかろう、そちとのその約束果たしてやろうぞ。まことでございますか。この大公爵、嘘は言わぬ。さあ、思考を寄るがよい。そこにいてはわらわの愛を、加護を与える誓いの接吻もできぬわ。それともどうした、おじけづいたかえ。誓いというのも面倒なものじゃ。じゃが約束とあれば、いくらでも愛してやるぞ、わらわのやり方で。じゃがな、何人倒そうが一度でも負ければ守護者としては失格、つまらぬ男よ。おお、悪いやつ。最後はせめて花となり、そちの無味な性に彩りを添えてみよ。コリゴン、後始末をしておけ。怖い怖い。いるつもりじゃないだろうな、大公爵とやら。わらわの領地に手を出した愚かな魔女というのは主かい。これはまた可愛らしい魔女もおったものじゃの。そうじゃな、うん、弱いは100と少しといったところか。答えずともよい、わっぱには何を差し置いても甘いものじゃ。馳走しようぞ。コリゴン、何か甘味物を持って。おお、なんだろう、今までと違う感じ。術で出してもよいが、それでは味気なかろう。
それにしても主は見たことがないの。名は何と申す？お前に聞かれて名乗る名はないが、聞いて驚け。私こそが偉大なる沼の魔女、メタリカ様だ。沼の魔女。さて、そのような魔女おったかの？主、ヴァルプルギスにはおったか？魔女たちが一堂に集う伝統ある魔女たちの夜会よ。ヴァルプルギスの夜会だと？なるほど、夜会に招待もされぬ半人前の魔女であったか。もうよい、半人前の魔女とは今日もうせたわ。甘味物でも食べたら自分の沼に帰るがよい。領地を荒らしたことについては不問としてやろう。若さと無知に免じてな。うわ、ひどい。私を苔にするとはいい度胸だ、このアバズレ魔女が。魔女としてわらわと対等に話をしたいのなら、せめて夜会に呼ばれるようになってから来るのじゃな。だが主のような世間知らずの跳ねっ返りも嫌いではない。どうじゃ、わらわのよとぎの相手を務めたいというなら考えてやらぬでもないが。言いたいことはそれだけか。おお、一触即発。小娘がいきなりおったか。よくよけたと褒めてやりたいところじゃが、直撃を免れたとでも思っているのかい？うん、バカにしやがって。そこを動くなよ。ふん、その程度の実力では遊び相手にもならぬわ。余興は終わりじゃ。自分に何が起こっているのかすら分かっておらぬようでは話にならぬ。なんだと。わらわに立てつくには千年早かったようじゃの。所詮わっぱの魔女ごっこじゃ。行くぞ、コリゴン。おお、かしこまりましたです。めっちゃ強い魔女。めっちゃ強い魔女ですね、これね。おい、待て。追うぞ、百鬼兵。あん？おお、メタリカが花になった。花の大公爵と呼ばれる大魔女バレンティーヌの領地に攻め込んだ百鬼兵。ピラを咲かせ人だなくと思いきや、メタリカはバレンティーヌの魔法で返り討ちに花にされてしまったのでした。お体に触ります。魔法による攻撃のダメージは回復にお時間がかかりますゆえ。うるさい、
そんなことは私が一番わかっている。俺、私が花にされるとは、なんという屈辱。許しがたき恥ずかしめだ。卑怯極まりない奇襲の類は、下落そう女で慣れていたつもりが口惜しい。相手を本気で殺すつもりの攻撃か否か、そこが森の魔女様との違いかと。お前、どうもあの下落そう女の肩を持つ傾向があるの。私は非常に不愉快だぞ。アルレッキーノ、お前は自分が誰のしもべかちゃんと理解しているんだろうな。私はリカ様のお世話を使命とする執事でございます。メタリカだ。その執事として申し上げますと、こたびは非常に危のもございました。ご遁走なされたご判断、誠に正しかったかと存じ上げます。私が逃げたとでも言うつもりか。一体いつ逃げた。うん、答えろアルレッキーノ。はい、正確に申し上げるのであれば、戦うまでもない相手として見逃されたということではございますが。ふざけやがって。乾杯でしたね。いいだろう、あいつにどんな惨めな敗北をプレゼントしてやるか、生きる楽しみが増えたというものだ。行くぞ、ヒョッキヘイ。おい、アルレッキーノ、犬コロがいなくなっているぞ。あいつ、元のサイズに戻ったのか。はい、申し遅れましたが、ミスコール様はこちらでお召し物を着られると、そのまま出て行かれました。人間の姿に戻っていたのか。お姿は犬コロ、いえ、半獣化のままでございます。くそ、せっかく調教してやろうと思っていたのに。しかし、サイズが戻っても犬のままとは全くわからんやつだ。ま、この沼に静寂が取り戻されてよかったかな。だがしかしだ、私に礼の一つでも言ってから猿というのが筋というものじゃないのか。それに何か匂うぞ。なんだ、魔女臭いな。そういえば、見知らぬ魔女様がビスコール様と一緒におられました。ここに魔女だと。で、お前は近くで魔女がうろついているのを知りながら、私に報告もせず、そいつを見過ごしたというのか。はい、私ちょうどフィールドワークに出発する準備に没頭しておりましたゆえ、やむを得ず。はい、このクズ、毒クズが。くそ、お前は相変わらず番犬にもならん粗大ゴミだな。粗大ゴミだな。ない、ないぞ。おい、あれがないぞ。ここに置いてあった指輪だよ。どこへやった、アルレキーノ。さて、私は触れてもおりませんが、そういえばそのあたりでビスコール様がごそごそと何かされておりましたね。あの犬頃か、恩をあだで返しやがって。むしろあだしかなかったように思われますが。うるさい、あいつが今生きていること自体が私の恩なんだよ。おや、このような手紙が。うん、今度は何だ、読め。うせ者を返してほしくば大公爵様のもとに来るべしとございます。ふん、どんな魔女かは知らんが、大方おつむの弱い犬頃をそそのかした挙句、指輪を盗ませて連れて行ったのだろう。森の魔女があっさり肩がついたので退屈しそうなところだったんだ。大公爵ともども報いは受けてもらうぞ。
はい、なんだか大変なことになってきました。セーブします。というわけで、配信テストも兼ねた、配信ですね。YouTube とツイキャスで配信テスト兼ねたやつですが、ちょっとうまくいかなかったんで、ちょっとね、次回までになんかうまいこと考えたいと思います。そんなわけで、今日はこの辺で終わりにします。ご視聴コメントありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。